敵はあの雲怪人であるな。あれがグランドマスターのおっしゃっていたアルアジクの断片か。皆の衆、おえいおえい。気づかれたようだぞ。察しのいいやつ、ムカつくな。クロン、スダ。やはり我が輩が自ら相手をしなければならないようであるな。よかろう、刮目してみよう。我が輩の威風堂々たる理論の結晶を。これがスーパーウエスト無敵ロボ28号怪ドリルエディション。男の夢を永遠にである。この前は油断ゆえに遅れを取ったが、今度はそうはいかん。我が輩の破壊ロボ最強伝説をしかと胸に刻み込み、メイドの土産とするがよいのである。しかも面倒なタイミングで現れやがって。男と科学のロマンを乗せて必殺。なんだ。飲み込まれるぞ。ああ！
あれは。アル。分かっている。翼を広げろ。えげつないんじゃないか。うつけ、落ち着いてよく見てみろ。アルの断片か。アクセス。アエフィル表による暗号解読、術式置換。姿へ帰れ、我が談笑。回収成功だ。よくやった、クロ。ほほう、まだ生きておる。だが貴様の悪運もここまで。今度こそ引導を渡してやるのである。ふん、動く鉄くずの分際が。クロ、デモンベインを呼ぶぞ。波動の姫さんに釘刺されたじゃねえか。デモンベインは使えねえよ。バカか。だからどうして我々があの小娘の顔色を伺う必要がある。お前にはなくても俺にはあるの。波動財閥を敵になんか回せるかよ。どうして人間はこうくだらんことにいちいち縛られるのだ。大体デモンベインなしでどうやって戦うつもりだ。まさかマスターゼリオンの真似をして生身で戦うつもりではあるまいな。笑わせるな。ヤツとなれでは力の差が開きすぎておるわ。いちいち言われんでも分かってるわ。だからどうしたらいいかこうやって考えてるだろうが。何を言う長な。と無視するなである。うわさあさあさあ、どうした。例のロボットは呼ばないのであるか。それとも我が輩の頭脳には勝てないと悟り、潔く撃たれることを選んだのであるか。やろう。こっちの都合も知らねえで好き勝手言いやがって。まあ、あれも少しはまともなロボットだったようであるが、それで我々ブラックドッジと戦えると思っていることがお笑いであるな。マジで、あのグラドマスターに牙を剥くなど身の程知らずもいいところである。しかし分かったであろう。所詮貴様ら愚民の力などあの程度のもの。秩序の基本は弱肉強食。弱者に過ぎぬ貴様らなどおとなしく我々の餌食になっておればよいのである。
そもそもグランドマスターが恩自ら相手する必要などなかったのである。そのこと、我が輩の傑作スーパーウエスト無敵ロボで身に染みさせてやるのである。さあ覚悟するので。黙れ。あ、マスターテリオンがどれほどのもんだってんだ、アンモニア臭え生ゴミどもが。なクロ、やめた。このバカに思い知らせてやる。オーヤ、貴様、我が輩のこと生ゴミだのバカだの、この大撤退に向かって。憎悪の空より来たりて、正しき怒り胸に、我らは魔を断つ剣を取る。何時無くなる刃デモーンブレイン。収める努力は必要でしょう。10キロ圏内の住民避難を徹底させなさい。それとレムリアインパクトの制御だけは奪われないようにします。了解。デモンベイン、時空間に事象固定化、出現地点43排気区画、衝撃波来ます。今回は不
問というわけには参りませんわよ。ウィンフィール、今回の戦闘結果次第では大臣ジクロウを超法規的に罰する必要がありそうですよね。は、平穏無事に日々を過ごしたいだけなんだけどな。エスケーブ、このようなだらけた思考は市民の安全を預かる治安警察の一員にあるまじきものであります。良いですか、たとえ任務の最中に命を落とすことがあろうと、我々警察官は市民の生活を守るためなら、たとえ火の中水の中。だなストーン君。人の話を聞いてませんね。聞いてる聞いてるってばさ。デモンベインとやら、よかった。では真の天才の実力というものをじっくり教育してやるのである。
のは。どうだ、このウエスト無敵ロボ28号が誇るロケットダッシュは。そんな鈍重な動きでは反応することもできまい。武装について術式を改ざんしておる。しばし待て。よくわかんねえけど手っ取り早く頼むぜ。すでに完了済みです。あの質量を吹き飛ばすとは、以前のものに比べ相当に強化されているようですね。やはりブラックロッジのデモンベインの存在を意識しています。だからとてあの程度の敵に遅れを取るデモンベインではないでしょう。何なのですかあの体たらくは。兵装系については何も説明しておりませんから、
デモンベインの力をフルに発揮できないんでしょう。特に脚部シールドに内蔵されている乱射術式ミマイオスとクリティアスを解放せんことにはデモンベインの機動力は 40% にも及ばへんです。いかがいたしますか、司令。このことを大十字様方に伝えなくて。却下します。例の機関もまた使いようによっては強力無比の破壊兵器となります。この二人にそんな危険なシステムの存在を知られるわけにはまいりません。いっつーなちくしょう。